皆さんこんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画はスレイヤーの最高傑作レイニンブラッドを紹介、解説していきます。このチャンネルではハードロック、ヘビメタルのバンド、人物、アルバムなどを紹介しています。ロックとメタルが好きな方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではメタルの歴史を振り返っていきましょう。スレイヤーのサードアルバム、レイニンブラッドは、1986年10月10日にリリースされました。当時のメンバーは、ボーカル、ベースのトム・アラヤ、ギターのケリー・キングとジェフ・ハンネマン、ドラムのデイブ・ロンバード。スレイヤーの最高傑作と名高い、このアルバムは10曲収録されているのにもかかわらず、全部で29分と短く、ライブでも、このアルバムから選ばれる曲が多いです。本作の特徴として挙げられるのは、とにかく速い、非常に速い、音の数はとんでもなく、最初から最後まで一気に駆け抜ける高速な曲が続きます。速いだけでなく、攻撃性やおぞましさを加え、スレイヤー独自の世界観を作り出しています。その理由として、ジェフ・ハンネマンは、メタリカやメガデスみたいな、似たようなギターリフの繰り返しは避けたかったと語っており、ケリー・キングは、1時間のレコードがトレンドだけど、激しいレコードを作る上では無駄が多い、無駄な曲をカットすれば、もっと激しいレコードを作ることができる、という旨の発言をしています。また、アルバムジャケットも、かなり細かく書き込まれており、危険な描写が多数あります。当時は、発売元であったレーベルから、歌詞の内容があまりにも過激という理由で、一時期発売が危ぶまれましたが、別のレーベルから発売されました。ケリー・キングは、このアルバムを作った時、あまりにも強烈だから、みんなにはわからないだろうと思った、と振り返っています。それでは、曲紹介と解説をしていきます。1曲目、エンジェル・オブです。説明不要のスレイヤーを代表する名曲。仰々しい前奏は一切なく、いきなりトップギアに入って超高速リフを繰り出します。スレイヤーらしさが詰まった楽曲です。2曲目、ピース・バイ・ピース。1曲目より、ほんの少しだけスピードダウン。とは言っても十分速いです。たった2分少々の曲に、何度もテンポチェンジを繰り返すので、曲の長さの割に物足りなさを感じさせないです。3曲目、ネクロフォビック。2分もない曲ですが、テンポチェンジと高速ギターソロも入れている、非常に密度が濃い曲。4曲目、アルター・オブ・サクリファイス。高速ギターソロで鬼のように畳みかける楽曲。後半にかけてスローダウンし、ギターソロがたまらなくかっこいいです。5曲目、ジーザス・セイブス。先ほどの曲から流れるようにつながります。このアルバムの中では、グルーヴを強調した曲かと思いきや、やはり急加速して、そのまま最後までフルスロットル。個人的に、ジェフとケリーのギターソロの違いが一番堪能できる曲だと思います。6曲目、クリミナリー・インセイン。このアルバムでは、珍しく物静かな雰囲気から始まります。ただ、やはり、この後すぐ加速して、本アルバムの他の楽曲に遜色のないスピード感あふれる楽曲となります。スピード感とおどろおどろしさが非常に良いバランスが取れています。7曲目、リボーン。早口、疾走、ヘビ。I will be reborn。8曲目、エピデミック。これまでと比べると、ややゆっくりめですが、中盤から終盤にかけてのリフなんて、スレイヤーらしくて最高にかっこいいです。9曲目、ポストモーテム。ミッドテンポの畳みかけるようなギターリフを中心にした楽曲。残り35秒くらいからのバンク的な展開が熱いです。デイブ・ロンバードの多彩なドラムワークが素晴らしいです。
そのまま、次曲、レイニングブラッドへ、メドレーのごとくなだれ込みます。10曲目、レイニングブラッド。さっきの曲が終わると同時に、ドラムの、ドドドン、という音だけがしばらく続き、その後、非常に特徴的な、おどろおどろしいリフが開始されます。その後、徐々にテンポを上げ、最後突然、文字通り、血の雨を連想させる雨音となります。スレイヤーワールド全開の非常にドラマティックな、このアルバムの最後を締めくくるに、ふさわしい超名曲です。さて、いかがでしたでしょうか。今回は、スラッシュメタル界だけでなく、メタル全体で見ても、指折りの超名盤、レイニングブラッドを紹介、解説しました。次回の動画は、メタリカやスレイヤーと、大きくつながりのあるベイエリアスラッシュメタルバンド、エクソダスを紹介したいと思います。それでは、次回の動画でお会いしましょう。